どうしたんですか？なんか落とし物でも。ない！定期がない！ない！ついやられた！ついだよ！6ヶ月分の定期！先週買ったばっかりの定期！女房に叱られる！そうだ、この中にスリがいるんだ！本当にスリなんですか？当たり前だよ！捕まえておくれよ！ああ、よかった、追いついて。これ。さっき落としてきましたよ。え？そうか、さっき尻もちついた時に。今日は長寿軒のカツ丼食うぞ。山岡！富士君！あ、はい。檜山人事局長が君と私に話があるというんだがね。あ？長寿軒のカツ丼は味が落ちたな。そうですか？私はそうは思わなかったですけど。ねえ、まだ時間もあるし、コーヒーでも飲まない？そうね。部長と副部長だわ。こちら側にいるのは確か人事局長よ。新聞と言論機関に働く者は沈着冷静、簡単に物に同然の態度を保たねばならん。わずかなことで動揺したり慌てたりするようでは公正な記事は書く。コーヒー4つ。はい、コーヒー4つですね。何話してんのかしら。いつになく副部長ったら真面目な顔しちゃって。だいたい今日のトミー君のあの態度は軽挙、モード、船舶、むしろ釣りもって長かわしい。谷村君。はい。これは部長としての君の責任でもある。はい。直属の部下に対する日常の訓導が足りないのではないか。申し訳ありません。そろそろ人事異動の季節だ。
こんな人格的に欠陥のある人間は編集の中枢に置いておくわけにはいかんね。要するに公正で揺るぎない新聞を作るために必要不可欠なものはどんな時でも沈着冷静ことにおいてどうぜぬ肝の据わった人間なんだ。ブレイブの、お前ももはやこれまでだ。ちょっと面白がらせて やろうと思っただけじゃないか。そんな大事な席で笑う方が悪いんだい。うわっ、ゆっちゃん待ってやつは。トミー君、私はもうダメだ。人事局長に睨まれては降格させん原稿、ああこれじゃ住宅ローンも払えないよ。そんなわけで、俺がふざけて笑わせたからで副部長は全く悪くありません。そんなことは言い訳にも弁解にもならん。どんなことがあろうと、あの重要な話し合いの場において笑い出すとは言語道断。自分自身を冷静に制御できるような人間に新聞作りに参加する資格はない。第一、お前たち富井君のための弁解なんかしている時か。究極のメニューは思考のメニューにしばしば負ける。メニュー作りは遅れる。人事担当責任者の私としてもお前たちの怠慢をいつまでも無視してはおられん。お前たちもトミー君みたいに軽挙猛動、無視よ船舶、そのために究極のメニュー作りがうまくいかないのだ。沈着冷静、熟慮自制心、ことに臨んで当然の心構え、それなくしては真っ当な新聞作りなどできんのだ。ではお伺いしますが、局長は絶対に慌てたり取り乱したりしたことはないんですか。当たり前だ。どんな時でもない、絶対にない。静かなること林のごとく、動かざること山のごとし、それが私だ。なるほど、そうか。いや、檜山君が今度の人事異動で文化部の人間を全部入れ替えろと私に突然迫ってきた裏にはそんなことがあったのか。申し訳ありません。私の不徳といたすところです。社内には究極のメニュー作りは我が社のためになどならぬからやめろという反対派があるが、檜山人事局長はその反対派の旗頭だ。人事担当者としては他に得難い実に優秀な男なのだが、いや頑固なところがな。小原社長、ん？檜山局長の言われるように今の文化部の人間総入れ替えで究極のメニュー作りもやめますか。バカよ、いい。究極のメニューは反対派の言う軽薄なグルメブームとは無縁のものだ。檜山君にはちゃんと説得をして究極のメニュー作りは今のままの体制で続ける。じゃあその檜山局長の説得とやらを俺にやらせていただけませんか。副部長、元気を出してくださいよ。副部長らしくないですよ。山岡さん、さっき大原社主にあんなこと言って何か手はあるんですか。それを今考えてるんだ。へい、おこんつは。みなみなさまにはご機嫌おうるわしゅう。あら、ブラックさん、お久しぶり。おやおや、これは皆様、期待を集めて難しいお仕事のお話でげすな。
では説はちょいと要件だけ済まして、直ちに退散ということに。あ、今度のうちの八正師匠の名人会で説も前座を務めさせていただくことになりやして、お暇がございましたらぜひお出かけを。へえ、八正師匠の前座を。でブラックさん、演目は何？師匠のお邪魔にならないようにお古いところで軽くねぎまの殿様でご機嫌を伺おうってんでよろしく。なんだいねぎまの殿様っていうのは？江戸時代のお大名のお話で、そのお大名がごく下々の食べ物を食べてみようってことになりまして。まで、そうか。ねぎまの殿様という手があったんだ。どうした山岡？谷村部長、大原社主にお願いして檜山局長説得のお膳立てを頼んでいただけませんか？山岡さん。よし、この手だ。これで行こう。はい。あ、大原社主。え、今晩ですか？ちょっとお待ちください。別に予定は入っておりませんが。そう、じゃあ君に出席してもらいたいんだが。江戸情緒を味わう会？政財界のお偉方がずらっと顔を揃えるんだ。政界からはあの角丸副総理をはじめ民事党の幹部数人、財界からは三菱銀行の頭取、丸印工業の会長など、皆相当の職通でね。いやー、そうそうたるメンバーですな。で、接待する我が方としても粗相のないように気を使わねばならん。もちろんですとも。そんな大事な席でみっともないことをしでかして我が東西新聞社の名を欠かすようなことがあったら、それこそ一大事。うん、で我が社の社員がみっともない失敗をせんようによく目を光らせておいてほしいと君に出席を願ったわけだ。なるほど、よくわかりました。任せてください。うん、いらっしゃいませ。お待ちいたしておりました。よ、久しぶり。角丸副総理、今日はわざわざお忙しいところをありがとうございます。いや、山岡君が美味しいものを食べさせてくれるとあっては何を置いても駆けつけざるを得んよ。任せてください。で、今日は何を食わせてくれるんだ？ま、それは後のお楽しみということで。そうか、いや楽しみだな。いらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいました。大原社主たちがいらっしゃいました。大原社主、遅いじゃないですか。すまん、早めに社を出たんだが渋滞に巻き込まれちまってな。もう皆さんあらかたお揃いです。今中で谷村部長が皆様の接待をしていらっしゃいます。うん、山岡、それにトミー君、君たちここで何をしてるんだ？いやな、今日の料理の手配を全部山岡君が受け持っとるんだよ。そうですか。山岡、粗相のないように気をつけるんだぞ。細心の注意を払ってな。特にトミー君、は、君は特に気をつけるように。沈着冷静、熟慮、自制心を忘れないように。今日はそうそうたるお偉方が揃っていらっしゃるんだ。その席で取り乱したりするようなことがあると。檜山君、早く急がんと。お客様をお待たせしては失礼だ。はい。それじゃまた後でな。しかし心配だな。あの連中、何かみっともないことをしてかさなければいいが。皆様、そこで本日は
さびれゆく江戸情緒を食べ物で味わっていただこうという趣向でありまして、昔懐かしい江戸の味をじっくりとお楽しみいただきたいと存じます。なお今回の料理は我が社で究極のメニューを担当しております山岡四郎の指図で作らせたものばかりです。おお、来た来た。うん、炭で熱々だな。失礼いたします。おお、いい香りだ。おお、これは。これはネギマと言います。ネギとマグロ、それを略してネギマ。名前の響きの通り、雑貨けない庶民の食べ物です。マグロは刺身のオチでも何でも安いところで結構。味付けは酒と醤油、生姜の絞り汁を好みで加えます。そしてネギが大事。ネギが主役です。直径2センチから 2.5 センチの深谷ネギの白から青へ色の変わるあたり、身が厚くてぬめりも上々のやつが一番オツです。これを高温でガーッと一気に煮立てて、ごく熱々のところをやっつけるってところが江戸の味です。講釈はもう結構。いただくぞ。まあお待ちください、角丸副総理。ネギマの食べ方はここに控えます我が社の人事局長が皆様にご伝授申し上げます。お話しし、私そんなネギマの食べ方なんて知りませんよ。まあいいから、私の言うようにやりたまえ。ああ。こうしてネギを持ってまっすぐ口の中に長さの8分ほどを入れて前歯でぐっと噛む。よし、やってみな。はい。副部長。ん？さあ、副部長も同じようにして食べて。なんで？いいか。ネギが喉にか。慌てるからだよ。こりゃおかしい。ただいまのは富井副部長による危険な食べ方の例の実演です。富井副部長。何？実はただいま私がやりましたのはこうしてはいけないという食べ方でありまして、ああいたしますととびきり熱いネギの芯の部分がピュッと口の中に飛び出しまして火傷します。どうかお気をつけください。ああなるほど、そうか。いやー、今のは素晴らしい実演だった。芯に迫っていたぞ。みんなの注意は私を恐れて富井君に。それでは皆さん、どうぞお気をつけてお熱いところをお召し上がりください。はあ、どれどれ。いや、これはうまい。こらたまらん。マグロの脂の味がネギの味に合わさって、強い濃厚な味がたまらない。これが本当の江戸の庶民の味なのね。いや、それにしても熱い。
この暑いのもご馳走のうちだよ。皆さん、ネギマの次は田楽、べったら漬け、吉原大の物風刺身の盛り合わせ、江戸風稲荷寿司などいろいろ揃えておりますから、お楽しみに。いやはや、胃袋があと5つ6つは欲しいね。トミー君、さっきはありがとう。檜山局長、君がわざとあんなことをしてくれたおかげで私の集体が目立たずに済んだ。いや、とんでもないです。あれは本当にああなったんですよ。いや、そこまで自分を卑下することはない。本当に傾聴不白な人間にとっさにあんなことができるわけがない。すまなかった。いや、どうも。いや、しかし車種は許せませんな。え、政財界の重鎮方の前で私を笑い者にしようとした。おいおい、これは皆山岡が仕組んだことだ。私にやれと言ったことなんだ。え、なに、山岡が、え、あ、な、何言ってですか。大原社主が檜山局長を説得するためにやれと言ったんでしょう。山岡、あ、いい、あ、だがこのやり方を決めたのはお前なんだろ。山岡クイズ。そんな、ちょっと。こら、お前を刺せるぞ。いやいや、これはみんなね、社主の責任だ。何を言うか。こら、居酒屋の樽に腰を下ろしたお殿様、下々の食べるネギマをこれから召し上がろうてんで、ネギを口に入れて噛むってえと、芯の熱いやつが口の中にビュッ、んーと、お殿様目を回してな、おお、このネギは鉄砲仕掛けであるな。流れる窓より映る